今日はマルチモードに使える BOSE L1 Pro 8を紹介します。私もですね L1 を使っています。セッションの時のマイアンプ、マイモニターとして、またカフェライブなどでの PA システムとしても自分たちで持ち運びセッティングのできる優れものです。また L1 Pro 8はエレクトリックそしてアコースティック両方の楽器をプレイする僕のようなミュージシャンにたくさんのアイデアを与えてくれます。周波数特性が良く、特に低音は新しく開発された楕円形のサブウーファーによりコンパクトなサイズからくっきりとパワフルな低域が得られます。低域がしっかり出てくれることでどんな場所で使っても非常にサウンドが安定します。また大音量でも音像がくっきりとレンジバランスが良いので DJ やトラックを使っての音作りがとても楽です。ここは大事なポイントで、小さめの音で整えた時音量を上げていくと低音がブーミーになったり高域にピークが現れ耳に痛く感じたりと聞きづらいサウンドになる場合があります。そうなるとその先の音作りがなかなか大変なものになってしまいます。 L1 Pro 8はどんな音量でも気持ちよくなってくれる、モニターとしても PA としても優れている理由の一つだと思います。またアプリを使ってワイヤレスでの本体の操作が可能で、リバーブやトーンマッチなどエフェクトも充実しています。本体に組み込まれているシステムのみで十分なサウンドメイクをスムーズに行うことができます。細かいスペックは紙面で確認していただくとして、この L1 Pro 8を使って早速演奏してみたいと思います。まずはアコースティックギターのソロパフォーマンスを。
L1 以来 BOSE システムをマイアンプとしてずっと付き合ってきました。今回この新しい L1 Pro 8を試してみて、格段にサウンドが気持ちよくなったなと、そう感じました。それではもう一曲